福山市立動物園は広島県福山市にある公立動物園である。国内で唯一のボルネオーゾウが飼育されている。1978年4月1日開園。もともとは市立の動物園で、旧名称は富谷日動物園、または富谷レジャーランドと呼ばれていた。すぐ横の富田日周囲に設置されたゴルフ場やキャンプ場、遊園地ともに、 レジャー施設の中核を成していたが、経営の悪化と施設の老朽化により1978年より福山市の経営となった。当時は2018年現在の造車の裏手に正門があり、そこから富田日の水面に並べたドラム缶の上に板を渡した橋が富田日の対岸まで設置されていた。ゴルフ場は2018年現在の富田にドリームランド一帯であった。 2018年現在の正門の周囲は小規模な遊園地であり、ゴーカートや釣り堀が設置してあった。キャンプ場は小高い丘の上にあり、コンクリート製の遊具などが置かれた。2018年現在、当時のまま残る周辺施設は野球場のみである。1978年の時点で、ゴルフ場とキャンプ場は営業を終了していた。広域がすぐ横に開通し、 交通アクセスは改善されたが、市営となった後も長く施設の刷新は行われず、PR 不足もあって、施設の利用者は伸び悩んだ。1995年より順次施設の改修が進められ、ゴルフ場跡は自動公園となり、キャンプ場跡は造成され、福山市役所足出所が設置された。2011年4月には最後の残った、 旧施設である猛獣者が刷新され、ハンターの城としてオープンした。入り口ゲート付近。左手の池は、富谷池。ありがとうございます。